私はメイ、28歳。先週、義弟の子供のお宮参りがあった。義弟から、ぜひ来てくださいとのお誘いを受けたので、せっかくなので伺うことにした。残念ながら、夫は仕事の都合で参加できなかったため、私と母の二人で向かった。母が招かれたのは、多分出産祝いでそれなりの額を包んだからだろう。神社で参拝をし、記念撮影を済ませた後、義弟の自宅に移動して食事会をすることになった。どうぞ、上がってください。ありがとうね。あら、綺麗にしてるのね。お邪魔します。掃除の行き届いた廊下を抜け、リビングに着くと、私はあることに気づいた。ダイニングテーブルに椅子が4脚しかない。参加者は、義弟、義弟嫁、義父母、私と母、それに赤ちゃん。全部で椅子は6つ必要になる。ソファーにでも移動して椅子の代わりにするのかとあたりを見回していると、義弟が衝撃の提案をした。お二人は床でいいですか？え？私は驚きのあまり言葉を失った。まさか床を勧められるとは思わなかった。お母さん、赤ちゃんの横に座って見ていらっしゃったので、そのままそこでお食事されるのがいいかと思いまして。ああ、そうなんですね。そうね。じゃあ私たちはこっちでご飯食べさせてもらうわ。つい言葉に不満が乗ってしまう私をよそに、母は笑顔で義弟に答えた。その結果、ダイニングテーブルには、義両親と義弟、義弟嫁。私と母は床に座った状態に。それ使ってください。あら、ありがとう。とても助かるわ。一応義弟嫁が小さなテーブルは出してくれたが、座布団などの敷物はない。冷たいフローリングに正座して、小さなテーブルで仕出しのお弁当を食べていたら、なんだか悲しくなってきた。ダイニングテーブルの椅子が足りないからといって、親戚に床へ座ることを勧めるなんて、普通ならこんなことしないと思うのだが、私は義弟や義弟嫁によく思われていなかったのだろうか。それとも、ただ単に私が気にしすぎなのだろうか。もやもやした感情のせいで、お弁当に手をつけれずにいる私に、母は明るい声で言った。このお弁当、美味しいわね。うん。母があまり気にしていない様子だったことは、私の中で唯一の救いだった。けれど、母を冷たいフローリングに座らせて、正座でお弁当を食べさせるなんて、どうしても納得がいかない。かといって、義弟に言うのも気が引けるし、そもそも何と言っていいのかもわからない。仕方なく、私は黙々とお弁当を食べることにした。ダイニングテーブル側は、どうやら赤ちゃんの話で盛り上がっているようだった。大きくなったら何になるかしらね。好きなことをやらせたいとは思っているんですが、個人的にはスポーツをしてくれたら嬉しいですね。スポーツね。野球なんていいわね。私たちの座っている場所についての話が出ることはなく、義両親も何も気にしていない様子。私が気にしすぎなのかもしれないという気さえしてくる。いや、でもやっぱり、さすがに常識的におかしいはず。ねえ、メイさん、孫ちゃん、どっちに似てると思う？そうですね。こんな風に適宜私や母にも話を振ってくれたので、会話から外されていたわけではなかったと思う。結局、その場では何も言い出せず、お弁当のお礼を伝えて帰ったのだった。その晩。ただいま。お帰りなさい。今日さ、お宮参りに行ってきたんだけど。ああ、今日だったな。どうだった？赤ちゃん可愛かった？うん、
すごく可愛かったよ。ただちょっと気になることがあって。気になること？報告も兼ねて義弟宅でのことを簡単に夫に説明した。おお、それな。多分さ、ちょっと気が利かないだけで見下してはないと思うよ。もちろんお前のことを嫌ってるとかもないだろうし。そっか、それならよかった。まあ、あれだよ。赤ちゃんに一番近い特等席を用意してくれたって思えばいいんじゃないか。あんま小さいこと気にすんなよ。小さいこと気にすんな？親戚に座布団も出さず床を進めるのは小さいこと？冷たいフローリングで正座でお弁当を食べさせるのが小さいことだって？はい。夫が言っていることに納得がいかず、ものすごい低い声で聞き返してしまい、私の不機嫌を悟った夫は早々に浴室に行ってしまった。イライラが収まらなかった私は、夫に軽い仕返しをすることに決めた。翌朝、夫の朝食はダイニングテーブルに、私の分の朝食は床に用意して夫を起こした。あなた、朝食できてますよ。これ。ベランダに面したフローリングに置かれた一人分の朝食一式。という光景はかなり異常だったらしく。なんだ、どうした？夫は意味がわからないといった顔でおろおろしていた。私とお母さんは床で食事したって言ったよね。こういう状況だよ。窓から景色がよく見えて特等席だね。と言うと、夫が慌てて床の朝食をダイニングテーブルに戻そうとするので阻止。ここで食事するから見てれば？すみませんでした。夫から謝罪の言葉も引き出せたので、朝食はダイニングテーブルで食べた。僕はどうしたらいいでしょうか。報告した時にここまで察しがつかないんだから何もしなくていい。お母さんにはそれとなく話しておく。と伝え、何も言わない夫から承諾してもらったとみなした。義母とはそこそこ良好な関係を築いていて、私一人で義実家を訪れることが苦にならない程度の中、義実家主催イベントの翌日には義母から電話がかかってくるのが常だったので、その日の電話を待った。案の定10時頃に電話がかかってきた。メイさん、おはよう。昨日は来てくれてありがとう。こちらこそお招きありがとうございました。実は謝りたいと思ってたの。え？昨日の床の件？やっぱり座布団などの敷物もない状態で床を進めるなんて非常識だと義母もそう思っていたのか。しかし義母が口にしたのは全く別の話題だった。メイさんのお母さん、確か小食だったでしょ？昨日のお弁当ボリュームがあったから無理に食べさせてしまったんじゃないかって申し訳なくて。ああ、そのことなら大丈夫だと思いますよ。それよりも私は床を進められたことの方が答えちゃいました。母は何も言いませんでしたが。そう、やっぱりそうよね。義母はどうやら私たちを床に座らせたことに多少なりとも罪悪感があったようで、一瞬言葉に詰まった後、それは私も途中から気になっていたんだけど、とか、でもうちの実家は畳のお部屋が多かったから、とか、弟夫婦が先にテーブルに座っちゃったから、と、なんとか正当化しようとしている感じだった。お母さんを一人に話すことではないと思いますが、正直、使用人のような扱われ方で、私は惨めでした。と伝えると、お母さんは絶句。メイさんも、メイさんのお母さんにもごめんなさい。申し訳ない。息子にも伝えておくわ。と、誠心誠意謝罪をしてくれた。さすがに少し言い過ぎてしまったかもしれない。
相反性をしていると、仕事から帰宅途中に義弟から電話があった。お姉さん、大変失礼なことをしました。義母から連絡がいったようで、慌てて電話してきたようです。失礼なことに全く気づいていませんでした。私の指摘があって、初めて気づいたようで、特に何の問題もないと思っていたようです。悪かったと思ってくださるならもう大丈夫ですよ。私も大人げなく言い過ぎました。すいません。妻からも一言お詫びさせてください。電話を代わった義弟のお嫁さんからも、失礼なことをしてしまい申し訳ありませんでした。お母様にお礼状を書こうと思っているので、もしよろしければよろしくお伝えいただけますか?と、丁寧な謝罪をしてくれた。謝罪を聞けば聞くほど自分が惨めになっていく思いがした。いろいろな感情があふれてそのまま実家へ向かう。恥ずかしい話なんだけど、私は実家で母の顔を見るなり涙が出てきてしまった。メイ、どうしたの？全部話した。床に座らされ惨めだったこと、母に申し訳なかったこと、夫の前で再現したこと、義母をつい責めてしまい、義弟から電話が来たこと、最終的に義弟嫁にまで謝罪させてしまったこと、すべてを話した。すると、母の口調は優しかったけど、昔のように叱られた。あちらのご家族は、ああいうことに不慣れなのでしょうね。それを理解してあげられるなら、きっとそれが一番いいわ。相手に悪意がないなら、怒ることじゃないでしょう。でもね、ああいう行いが失礼だと伝えるのは、とても親切なことだと私は思うわ。だけど同時に、伝え方って大切よ。正しいことはね、小さな声で言うものよ。相手に悪気がないのなら、なおさらね。母に諭されて、私は反省すべき点があったなと改めて思い直した。それから二人でご飯を作って食べて、散歩してお茶して別れた。母には義弟夫婦から近いうちにお礼状が届くと伝えておいた。母はとても純粋に、ただただ嬉しそうにしていた。そんな母の姿が私には眩しくて仕方なかった。その後、床へ座らせたことは心底後悔したらしい義弟嫁は、改めて菓子折りを持って謝罪しにうちに来た。申し訳ございませんでした。わざわざ菓子折りまで？気を使わせちゃってごめんなさい。いえ、本当に失礼なことをしてしまったのだと後から気づいたもので、どうしても直接謝りたかったんです。夫も来たがっていたんですけど、仕事があるので私だけで来させていただきました。今後はあんなことないように気をつけます。ご不快な思いをさせてしまって本当にすみませんでした。もういいんです。私も少し過剰に言ってしまったし。あ、じゃあもしよかったら今からこれ一緒に食べませんか？ぜひ上がってください。え、いいんですか？もちろん。ありがとうございます。義家族との関係は今まで通り良好なままやっていけそうだ。私も母のように見下すとか見下されるとか、そういうことを超えて泰然と構えていられる、そんな女性になりたいな。そう思った一幕だった。私は35歳の主婦です。夫と結婚してもうすぐ1年になります。夫は10歳年上で、私たちは元上司と部下という関係でした。夫はバツイチでした。仕事ができる年上の男性として憧れていたのですが、仕事やプライベートのことなど相談に乗ってもらっているうちに、次第に距離が縮まっていき、私たちは付き合うようになったのです。夫が本社へ異動になった時に、彼からプロポーズされ結婚を決めました。
結婚を機に私は会社を退職し、今はファミレスでパートとして働いています。結婚後は私が両親から相続した家で夫と二人暮らし始めたのですが、その直後から夫の娘も一緒に暮らすことになったのです。娘は二十歳の大学生で、服装や見た目にも気を使う今時の女の子という感じでした。もともとアパートで一人暮らしをしていたそうなのですが、家賃を節約したいと言いながら、私たちの家に転がり込んできたのです。夫は娘を溺愛していたので、すぐに承諾し、私は腑に落ちないものを感じながらも、一緒に暮らすようになれば、彼女とも仲良くなれるかもしれないと、前向きに考えて一緒に暮らすことにしたのです。彼女も最初は私に気を使ってくれていたのですが、時間が経つにつれて遠慮することもなくなり、家でも好き勝手するようになったのです。仲良くなるどころか、どんどん距離が離れていくように感じました。そんなある日、夫の出張中に娘が友人を数人家に連れてきたのです。友人たちは私が家にいても挨拶もなしに家に上がり込んできました。さらには勝手に冷蔵庫や戸棚を漁り、飲み物や食べ物を持って行き、夜遅い時間まで騒いでいたのでした。さすがに近所迷惑になるし、私はそれとなく彼らに伝えました。もうこんな時間だし、今日はそろそろ帰った方がいいんじゃない？すると、娘はそんな私に腹を立てたのか、暴言を吐いてきたのです。はあ？うるさいんだよ、母親でもないくせに。おばさんは黙っててよね。娘の言葉を皮切りに、一緒にいた友人たちからも、おばさん、うざいなどと言われる始末でした。私は娘の態度や友人たちの非常識さに唖然としてしまい、それ以上何も言えませんでした。結局、友人たちは朝まで帰ることはなく、一晩中家で騒いでいました。この日を境に、娘は私に暴言を吐いてくるようになったのです。おばさんの服ダサすぎ。見てるこっちが恥ずかしいんだけど。もっとちゃんと化粧したら？おばさんって人生終わってるよね。歳は取りたくないな。娘は私の年齢や外見を毎日のように否定してくるのでした。夫も初めは娘の暴言を注意してくれましたが、娘に言いくるめられたのか、注意するどころか、娘と一緒になって私を見下す発言をするようになったのです。お前、女捨ててるよな。一緒に外歩くの恥ずかしいから離れて歩いてくれる？そんな二人の暴言を相手にせず、私は聞き流すようにしていました。ところが、娘が私の働いているファミレスに友人たちと現れたのです。ファミレスで散々飲んで食べて、その料金を私に払わせようとしてきたのです。お母さん、お財布忘れちゃったみたい。ここの代金払っておいてくれる？え？ちょっと。よろしくね。こういう時だけ母親呼ばわりしてくる娘に腹が立ったものの、身内の無銭飲食を放置するわけにもいかず、私は料金を払うしかありませんでした。夫に相談しても、私の話には聞く耳を持たず、私と夫の関係も険悪になっていきました。そんなやるせない日々を過ごしていたある日、夫が突然旅行に行くと言い出したのです。明日から家族旅行に行くから。え？そんな突然言われても、私仕事があるし急に休むなんて無理よ。私はてっきり旅行に誘われたと思ったのですが、それは大きな間違いでした。はあ？あんたは家族じゃないのに旅行に行こうとしてるの？誰もあんたのこと誘ってないんだけど。そうだよな。
他人のお前は留守番に決まってるだろう。そう言いながら、二人で私を嘲笑っていました。私は我慢の限界でした。わかったわよ。私はあなたたちの家族じゃないのね。他人って言うなら離婚しましょう。別に離婚してやってもいいぞ。でも旅行の準備で忙しいから帰ってきてからな。夫は私が本気じゃないと思っているのか、娘と一緒に私をバカにしながら笑っていました。怒りが頂点に達した私は、二人のことを許せませんでした。翌日、夫と娘は嬉しそうに二人で家族旅行へ出かけていきました。家に一人になった私は、二人への復讐と離婚に向けての準備を始めました。数日後、夫と娘が旅行から帰ってきました。家に入ってきた二人は驚きの表情を見せ、その場に呆然と立ち尽くしていました。家の中は夫と娘の荷物以外、すべてなくなっていたからです。私は娘と夫がいない間に、自分の荷物とすべての家具家電を業者に頼んで新居に運び入れてもらったのです。どういうことだ?おかえり。旅行は楽しかった?私ここを引っ越したの。すると、夫は私を怒鳴りつけてきたのです。何言ってるんだよ。一体何考えてるんだよ。そんな夫にひるむこともなく、私は冷静に言い返しました。もともとこの家の家具や家電は私のものだし、どうしようが私の勝手でしょ。夫はふざけるなと大声でわめき散らしていましたが、私はさらに追い打ちをかけました。あなたたちが旅行に行く前に私が言ったこと覚えてる?離婚するって。あなたも納得してくれたわよね。そしてサイン済みの離婚届を夫に突きつけました。夫は離婚届を見て私が本気だとわかり動揺していました。待てよ。まさか本気だとは思わなかったんだ。離婚なんてそんな。私のこと他人だって言ってたわよね。散々ひどい仕打ちを受けて、これ以上あなたたちと一緒に暮らしたくないの。冗談のつもりだったんだ。悪かったよ。冗談?最低ね。まあ離婚の決め手はそれだけじゃないけど。私はそう言って、夫と娘にとある写真を叩きつけました。あなた浮気してるでしょ。それと、あなたの娘もパパ活してるわよ。写真には、夫が女性と腕を組んで歩いている姿や、ホテルに入る姿、娘も年の離れた50代半ばくらいの男性とイチャイチャしている姿が写っていました。私は夫の態度が変わり始めた頃に違和感を覚え、帰りも遅くなったり、休日も外出が増えたことで浮気を疑い、探偵に依頼していたのです。娘のことも、バイトもしていないにもかかわらず、高級なブランドバッグや化粧品にお金をかけていたので、怪しいと思い一緒に調べてもらいました。なんだよこれ、パパ活って。お前何してるんだよ。夫は現実を受け入れられないようで、真っ青な顔で震えていました。自分だって浮気してたじゃない。私のことばっかり責めないでよ。夫と娘は反省もせず、お互いを罵り合っていました。そんな二人を見て、私は呆れ果ててしまいました。いい加減にしてよ。さっさと離婚届にサインしてくれる?夫は観念したのか、黙って離婚届にサインしていました。もちろん、あなたと浮気相手にはきっちり慰謝料請求させてもらいますから。それと、この家も引き払うことになってるから、二人ともこの家からも出て行ってね。夫と娘はその場にうなだれ、言葉を失っていました。その後、
私たちは無事離婚が成立し、元夫にも浮気相手にもしっかり慰謝料を支払ってもらいました。元夫の浮気相手は会社の部下だったらしく、浮気相手が慰謝料請求されたことに激怒し、浮気の事実を会社にばらし、会社も辞め、元夫の前から姿を消したそうです。元夫は周りから白い目で見られるようになり、降格と異動、減給を命じられたそうです。娘もパパ活のことが大学中で広まってしまい、挙句の果て、元夫は娘の大学費用も払えなくなったそうで、二人は逃げるように誰も知らない土地へ引っ越したとのことです。今は安いアパートで質素な生活を送っているそうです。娘は見た目に気を使う暇もなく、今は朝から晩までアルバイトをしているそうです。私はというと、パート勤務していたファミレスで正社員として働けることになりました。勤務時間も増え、忙しい毎日を送っていますが、私にとって接客業は天職だし、仕事が楽しくて辛いと思うことはありません。今は自由な一人暮らしを満喫しながら、さらに仕事に邁進していきたいと思います。